福岡市博多区で開かれたおもちゃの大商談会。玩具の総合商社川田が毎年実施しているもので、今年は国内の玩具メーカー67社が出展し、およそ1万点のおもちゃが並びました。ふわふわもちもちとした手触り、まるで雪のようです。こちらスノーアットホームという商品で、ゴムの粒子でできているんです。このように丸めて遊ぶこともできるんです。上に乗せると雪だるまが完成します。今暑くてなかなかお外遊びができない、また衛生面でちょっとお砂場に不安があると、一年中お家で雪遊びや砂遊びできるものと作りました。子供が間違えてこのまま食べてしまいそうな気がするんですが、はい、もしお子さんが口に入れても、この商品は輸入食品検査法というものをパスしておりますので、有害な物質は一切入っていません。安心してお遊びいただけます。日本玩具協会によりますと、昨年度の国内玩具市場規模は1兆193億1900万円で、初めて1兆円を超えました。少子化が進む中でも市場規模は4年連続で拡大しています。キダルトという言葉がキーワードになってます。子どもの心を持った大人たちが急増してまして、子どもの頃に遊んだおもちゃ、もしくは遊べなかったおもちゃを大人になって購入して楽しむっていう傾向が今年はすごく出てるんです。キダルトとはキッズとアダルトをかけた造語で、子ども心を持った大人のことです。購買力のあるキダルトにはメーカー各社も注目していて、大人も買いたくなるような商品の開発に力を入れています。リカちゃん人形、こちらはフランフランとコラボしているんです。リカちゃんがつけているエプロンだったり食器が、実際にフランフランの店頭で売られているものなんです。キダルトっていう需要がですね、やっぱり世界的にも高まってまして、特にこのフォトジェニックリカはもう完全に大人の女性向け、一番の違いがですね、自由なポージングができるというような形になっています。やっぱり今SNS の流行りとかもあって、お食事とか旅行とかにも一緒にリカちゃんと行って、その思い出を作ってもらう。子どもの頃に遊んだおもちゃは親しみや懐かしさを感じる人も多いため、定番商品のリニューアルも目立ちます。玩具市場が拡大しているもう一つの要因がインバウンド需要です。日本はアニメ大国、キャラクター大国と言われてますので、本当に数多くのキャラクター玩具が出てるんです。幅広いキャラクターが海外に人気になってまして、こういった商品は本当にこうコンパクトなので、お土産需要としても大変人気が出てまして、すごく今注目されています。またこちらは100種類の職業体験ができるイーピコです。体感型のおもちゃも今年のトレンドになっています。そして毎年人気が高いのは乗り物玩具です。ドクターイエローじゃないですか。見ると幸せになると言われている新幹線ドクターイエロー、今年6月に老朽化による引退が発表されると、メーカーには問い合わせが殺到したということです。ドクターイエローが引退が発表されて、私どもの商品も販売が急上昇し、一時期品切れをすることにもなりました。ジェール東海さんの監修を受けて、窓の形とかですね、きちっと正しく作って発売いたします。クリスマスまであと3ヶ月、年間売上の4分の1を占める年末商戦に向け、バイヤーたちも熱い視線を送っていました。